原です。現在トラベル2階日本橋側にて、検証中。建物内における、消火不能のため14時05分に119番通報しましたが、公設消防隊の到着まで応援消火をお願いいたします。建物倒壊や爆発の危険ではありますか？倒壊や爆発の危険性はないと思われます。対応を検討しますので、お待ちください。ただいま、トラベルより消火の出場要請が入りました。火災に対し、応援消火活動を行うことを了解しました。ただいま、戸田建設建物調査班より土屋ビルで建物調査中に怪我人を発見したため、救助の出場要請が入りました。本部では応援者の安全に配慮しながら現場への出場を指示いたします。はい、で、3つ3つ、はい、戸田建設隊、前進組連、前進組連隊、江戸グラン隊、明治屋隊に指示します。6名にて担架および車椅子を持って土屋ビル屋上にの怪我人の救助をお願いいたします。怪我人は一旦合同対策本部まで搬送してください。了解しました。じゃあ戸田建設隊の方、前進組連隊、江戸グラン隊、明治屋隊をお願いいたします。土屋ビルの本部までオレンジ、はい、これが、はい、怪我もなく武器を確認いたしました。はい、了解いたしました。今後の支援要請に備えて待機してください。ただいま、消防士部長委員長会の消火庁の安否確認が完了しました。外で作業をしていたため、怪我もなく無事を確認いたしました。京橋宝井一町会の土屋ビルの建物調査は完了しました。倒壊等につながるような危険はなく、当面計画しようと思います。了解しました。今後の支援要請に備えて待機願います。了解しました。京橋宝井一町会の佐々木ビルの建物調査が完了いたしました。倒壊等につながるような危険はなく、当面は計画しようと思います。了解しました。今後の支援要請に備えて待機願います。ただいま、
宝木町会の佐々木ビルの建物調査の完了報告が入りました。今回付き立てのような危険はないとの調査結果ですが、ご落ち着き、近い日々に部屋を願います。それではお願いします。西に MIDQ8 階付近に逃げ遅れた人がいます。救助をお願いいたします。消防隊、了解。これより京橋消防署の発信隊が西新 MID ビルの8階非常階段にいる逃げ遅れの救助を行います。了解しました。行方不明者の捜索及び救助を要請します。ただいま、このビルよりビル内で1名行方不明者がいるため、捜索と救助の支援要請が入りました。警視庁捜査機動救助隊到着しました。このビル内に行方不明者が1人います。屋上階周辺にいるものと思われますので、捜索及び救助をお願いします。了解。警視庁機動救助隊が戸田ビルに到着し、行方不明者の捜索および救助のためビルに突入しました。第1階を屋上で発見したとの報告がありました。要救助者は怪我をしているため、それより要救助者を背負い足元気をつけろ、捜索を行いました。足元気をつけろ。この効果方法は座席懸垂効果です。座席懸垂効果とは、道具との摩擦を利用し座るような状態で噴火を行います。効果の途中での作業や要救助者の搬送の際に使用する効果方法です。ご覧のようにこの効果方法では要救助者に負担をかけないようゆっくりとしたスピードで効果を行います。足を怪我しているため、ここで応急処置をしてから医務所へ搬送してください。ただいま、宝来市長会、土屋ビル屋上からの怪我人搬送の報告が入りました。行動対策本部で応急処置後、怪我人の方を KTC ビル内の救護所へ搬送します。皆様、Thank you.
了解しました。ありがとうございました。戸田建設より報告いたします。戸田ビル連絡員の久保です。被災状況を報告します。ビル2階日本橋側、給湯室で出火した火災は、公設消防隊による消火活動による鎮火、現在、消火所はありません。ビルの行方不明者1名は、警察レスキュー隊により屋上階で発見、怪我をしていましたが、救出は完了しております。ビル在管者数964名、避難確認者数964名、うち、1名負傷者は救護所に搬送するとなります。以上です。了解しました。そこのホワイトボードの情報を記入しておいてください。電信区連の加藤です。新横浜会館の被害状況を報告いたします。ビル1階から3階の給湯室より出火した火災は、自衛消防隊消火班による消火活動で鎮火、現在延焼化しなし。ビル4階の被害人1名は、自衛消防隊救護班により応急手当に、安否不明者はありません。以上です。了解しました。ホワイトボードに情報を記入してください。KPC です。建物の安全は確認されます。現在支援可能です。火災は重症問題の位置。行方不明者は了解しました。そこのホワイトボードに情報を記入してください。救護室、緊張で搬送されている3人の状況を報告します。了解しました。引き続き対応をお願いします。近隣地域からの支援要請に対する合同対策本部の対応を全て完了いたしました。この後、行政、町内会よりご公表をいただきまして、訓練終了となります。ありがとうございました。